こんにちは、ケイドラです。今日は超チョイスガチャだったり、なんかいろいろ確定ガチャがあるんですよね。初心者パックだったり、なんかいろいろ残ってるんで、これを一斉に引いていこうかなと思います。で、まあ、初獲得に関しては、ちょっと狙いが今あるんで、これは置いておくんですけども、まあ、その後、アビティガチャもね、引いていこうかなと思います。その前に、昨日の動画の話なんですけども、ひらめきの遊戯場の新ステージへの追加がなくなるんで、まあ、実質更新終了みたいな感じですね。そして、まあ、限定ミッションも来るんですけども、おそらく今まで開催していた2ヶ月遅れのミッションを残り4月と5月分残ってるんで、それを開催してもう完全に終わると思うんですけども、まあ、それに関してのコメントがね、すごいあったかくて、本当に感謝してます。Twitter の方でもたくさんね、リプいただいたんですけども、ほとんどね、目を通させていただきました。でね、意外とやっぱりやってる層が多くて、まあ、ひらめきっていうコンテンツ自体楽しんでる方も多かったので、まあ、今回新ステージなくなるってことは本当に、まあ、辛いこと、まあ、悲しいことなんですけども、まあ、ぜひね、多分運営さんの誰かしらこの動画見てると思うんで、コメント欄のそのコメントを読んでみてください。一つのコンテンツが終了することに対して皆さんの思うところっていうのは多分たくさんあると思うんで、クエストを考えるのも大変だと思いますし、まあ、スタミナ消費ゼロで、まあ、ほとんど売り上げにつながらないところのコンテンツだったと思うんで、まあ、切るのはわかるんですけども、まあ、少しね、ユーザーさんの意見に耳を傾けてほしいなと思います。ぜひよろしくお願いします。まあ、常設になって新ステージ追加なくなるってことで、まあ、コンテンツ自体はなくならないんですけども、まあ、実質終了みたいなもんなんで、まあ、今後ね、限定ミッションを月一で過去のやつからも開催してくれるんだったら、本当にありがたいんですけども、皆さんが今まで、ね、しっかりやってれば1ヶ月15個オーブ回収できたんで、まあ、それがなくなるのは結構、特にね、無課金の人からすると痛手なのかなと思います。まあ、突如、新ステージ追加なしってことなんで、まあ、何かしら今後追加コンテンツが来ると、まあ、信じてます。まあ、そっちでね、なんかより良いコンテンツを作っていただいて、しっかり売り上げにもつながって、ユーザーにもしっかりいいアイテムもらえたりとか、恩恵あるものを作っていただけたらなと思います。本当に皆さんからたくさんの反響がありまして、まあ、今回僕こういう風にお話しさせていただいてるのは、皆さんのコメントがあったからなんで、ぜひね、運営の皆さん時間ないとは思いますけども、少しだけ目通していただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで確定ガチャ引いていこうと思います。まず超チョイスガチャですね。まあ、これは属性選んでやるやつなんですけど、2-4-all とかは一応対象なんですね。うんうんうん。で、限定キャラがたくさんいます。限定キャラも配置で、まあ、僕もね、他のアカウントで引いたところ、まあ、アリスとか出たんですけども、まあ、限定キャラもちょくちょく出ますね。コメントとか見る限り。なんで、今回は僕、唯一この中で持ってない限定キャラがいます。唯一、まあ、こんだけなんかいっぱい12体ずつとか13体とかいるんですけども、唯一持ってない1体だけがこのキャラですね、メタトロンちゃん。これをね、未だに持ってないんで1点狙いしたいと思います。まあ、メタトロンじゃなくてもね、2-4-allだったり、まあ、強キャラが闇属性にはいるんで、まあ、そっち出てくれても嬉しいなっていうところですね。では引いていこうと思います。いきましょう。闇属性確定はないかな。音聞いてないんで、ごめんなさい。なってたらごめんなさい。ないっすね。多分、確定なかった。さあ、何が出るかな。ムソルグスキーですね。はい、おじいちゃん出ました。ちょっと、反応しづらいな、こいつ。まあ、エメラルド、エルドラドや。エルドラドで結構進化が強くて、まあ、神川、あんまり使った思い出がないですけども。まあ、一応あれですね。ラウドラの極みとかでも強いっていう感じのキャラでございます。はい。まあ、こんなもんですよ。では、次行きましょう。何があるかな？星6確定ガチャ。これは何のやつや？提供割合 100%。初心者バッグのやつですね。で、4月2日以降に登場したキャラクターは、2019年。で、4月23以降に追加されるキャラ配置されませんということなんで、次のアップデートとかでペリノアとかが入るのかな。はい。では、いけます。まあ、これはもう正直誰でも OK です。なんか、ラック上げに貢献してくれたら OK。ローリライかも。何が出るかな。属性。属性は火。おー、当てた。当てた。ブレーメンですね。
これでなんか防御キルとかついてたらめっちゃ嬉しいけど、接近するからなかったね。はい、激死会議でございます。いや最近ね、ワクワクミもゼロ個になったから厳選も結構しんどいんですけど、ね、初獲得確定ガチャは今ペリノアと新ガチャのこれニャラルトホテプが全然当たらなくて、まあ、それ用に取っておくんで今回初獲得ガチャは引きません。じゃあ次これいきましょうか。始まりの道ガチャ、これは初心者なんちゃらでゲットしたやつですね、うん、まあこちらも限定キャラ出ないんでいきましょう。まあ何が出ても OK。 次は光属性かな、光、まあ確定要素はないですね、光属性だと思う。闇でした。これ光彦、光彦ですね。はいはい。肌とかこの辺がちょっと言うか分かんないんですけど、光彦です。また、またまた、ラウドラ極み適性出ましたね。で、進化の方が、若干、使えたね。くしみたまで初回。初回以降使ってないけど。まあ、割と最近のキャラめっちゃ出てるな。そして、残りは、アビティガチャか。アビガチャ来た、アビガチャ。これここですよ。どれにしようかな。いや悩むな。限定キャラ出ないんであれなんですけど、いやちょっと考えなかった。どうしようかな。もうなんかもうあれにします。どれにしようかな。天の神様の言うとおり、アンチダメージオール、アンチダメージオール行きましょう。まあ、全く止まらないんであれなんですけど、行きますね。アンチダメージ王のガチャで、いってらっしゃい。何が出るかな、いいやつ。おお。これ結構当たりじゃない。ベイカーズいます、ベイカーズ。ベイカーズクソ当たりじゃない。近畿21土適性ですね。ベイカーズ来ました。そしてカメハメハ、まあ、最近使うとこなくなりましたけど、まあ普通に強いキャラですね。でも言うてこれ重心化圏内入ってんのか、もう早いな。2900番台は重心化圏内なんで、これも重心化したら結構化けそうなキャラですね。そして茨城同士。同族過激速得る。うわ、これでかこれステッキすんのめっちゃありがてえ。ありがてえ、これ。そして激死亀撃もあるんで、これでかいな、めっちゃ嬉しいわ。ただワクワク見ないんですけども。であとこれはおそらく茨城アルファにラックを吸われます。そしてエリザベス、まあ使わんね、まあ、重心化キャラ、重心化期待ですね。これは、まあ、重心化してくれたら近畿18でも適正になると思いますので、もっとより良いかなと思います。で最後がジークフリート、まあしょぼいですね。右は、まあ、情報修正来てドラゴンキラーがベースになったから強くなったと、ツインバーティカルレーザー入れるですね。これが結構強いんで、まあキラーの相手には2倍の火力出してくれます。はい、まあこんな感じでした。一番の当たりといったらもうベイカーズですね。まあ今回のガチャ、コウヒコー、あとムソルグスキー、グレーメンできて、あとこの8体、あとこの5体ゲットしたんですけど、まあ一番のあたりベイカーズですね。これどう見てもベイカーズやな。まあもちろん近畿やらない層からしたらね、まだ誰になるんやろ。近畿やらない層からしたらどうなるんやろ。これワンチャンブレーメン、うん、近畿13でも使えるけど、覇者の塔とかでもいろいろ多分出番あると思うんで、ワンチャンブレーメンかもしれないですね。今回アザトースがね、結構注目されてるキャラだと思うんですけども、ニャラルトホテプも普通に、ね、強いんですよね。8ターンのランダが結構火力高いんで、まあ、これもそのうちゲットしたいなと思ってます。で今ミッドナイトバージョンも来てるんでね、結構ガチャの使いどころね、オーブの使いどころ難しいと思うんですけども、まあ、今月末にオールスター感謝ガチャも来る可能性あるんですね。確か今3年連続ぐらい来てるんですよ。何かしらとよくわからん理由をつけてオールスター感謝ガチャをしてるんで、まあ来る可能性はありますね。まあオールスター感謝ガチャは限定キャラ排出対象とは言っても1点狙いはマジでできないんで、
まあ、そこにオーブ使うかどうかは皆さん次第なんですけども、まあ、このガチャに関しては6月10日以降かな、お得クエストで、まあ、得玉でガチャ回せるんで、今ね焦って引くことはないかなと思いますけども、まあ、こっちですね、ミッドナイトパーティー来てるんで、まあ、トゥーフォーオールは本当に持っておいて絶対損はないキャラ、なんなら今結構人権キャラになりつつあるキャラなんで、うん、ちょっと難しいですね。しかもなんか、まあでもね、提供割合 0.4% で考えるとマジで100連しても出ない確率なんで、まあ、10連で狙うっていうのはもう本当に賭けなんですけども、まあ、難しいよねガチャって。ということで今日は最後シングルだけ引いて終わりたいと思います。ニャラルトホテプ、いや本当にね、ヨグソトースでしたっけ、それね今回めっちゃ出てる人多いんですよ。なんかアザトースとかニャラルトホテプ全然出ないけど、ヨグソトースばっかり出るみたいな、まあ、僕もその一人で、ね、今ラック40まで行ってるんですけども、なんかやたらとねヨグソトース出るんですよね。なんでなんでしょうねびっくりするぐらい出るんですけども、はい、ということで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いします。それではバイバイ。